はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。仮面ライダーエグゼイゾのデラックス名探偵ダブルガシャットとゼビウスガシャットです。はい、YouTube でやってる仮面ライダーゲームで出てくるゼビウスと、あとはダブルのガシャットですね、はい、ダブルのガシャットまだ出てきてはいないよね。そうだね、ダブル自体は出てきてんだけどね。うん、まあいいでしょう。で、両方開けていきましょう。はい、はい、こちらが名探偵ダブルガシャットですね、はい、表が黒で裏が緑になってます、はい、だからサイクロン、ジョーカーってことだね。うん、はい、絵柄はこんな風になってます。こちらがゼビウスガシャットですね、はい、表がメタリックブルーで裏が黒になってます。絵柄はこんな風になってます、はい、では両方とも絶縁シートを取ってください。はい、よし、じゃあまずはダブルからやってみようか。うん、いくよ。はい、うん、なるほど。続いてゼビウス。はい、ゼビウス、やっぱこの音だよね、うん、ではまずは名探偵ダブルガシャットからスロット1にセットしてください。はい、名探偵ダブル、じゃあレベル2、はい、はい、続いてスロット1にマイティアクション、スロット2に名探偵ダブルでレベル3、はい、おお、なんかちょっとゴージャスな感じになってた。うん、アナウンスはマイティブラザーズ WX のレベル10だね。そうだね、それになんかちょっと加えられてたね。うん、あー、ちょっと違う感じになってました。ゼビウスいきます。はい、ゼビウス、レベル2、はい、はい、続いてスロット1にバンバンシューティング、スロット2にゼビウスでレベル3、はい、次は爪だって次は決め技スロットホルダーにダブルお願いします。はい、名探偵ダブルか、続いてガシャコンブレイカー、いくよ、メタテダブル、はー爆発音ピュージブス、おー、ゲームっぽい音声だった。
はい、では今回もですね、変身対決というか、どっちが早くスロットに出られるか、そしてまたもしかしたらゲームの世界に行ってしまうのか、対決しましょう。はい、変身、変身。あれ？グラディウスに入っちゃった。あるよ。ゼビウスのはずなのに。うん。しょうがない。じゃあ、やるか。そうだね。2プレイヤーでお願いします。はい。始まった。まずエイシンくんだね。うん。あれ？まさかまさかの？うわ、出た。裏技。上上下下左右左右 BA。懐かしの裏技をエイシンくんが知ってます。懐かしいな。うわ、でも結構エイシンくん当たってるけど大丈夫かな。そのバリア無限じゃないからね。そして何もそれ取らないと。取った。レーザーにできますからね、それね。何気にできるね、エイシンくん。あ、取らなかった。懐かしい。これパパ、かなりやったよ、俺はゲーム。危ない。お、いい感じで、もうちょっとしたらレーザーですね、シンくん。この1個取ればレーザーなのに、レーザー取れない、取れなかった。そして、シンくん、結構もう、バリアがあれなんじゃない？あー、バリア赤くなっちゃった、まずい。あ、やばい。バリア消えた。取った、レーザーには？セレクト。もう1回押す。あれ、できない？できないですか？こうかな？あらららやってしまった。パパもスタート押してください。スタート、スタート。おい、パパもできた。いいよ。はい。あ、じゃあ、ツービーもできるんだ、これ。できますよ、もちろん。パパかなりやり込んだよ。ただね、コントローラーちっちゃいからさ、これ。それだけだよ。すごい強いんだけど、パパ。パパ、かなりやり込んだからね。あ、そうだ、セレクト。あ、できた。B ボタンだよ、じゃん。B ボタンだった。B？ うん。懐かしい。レーザーで多分押しっぱなしいいからね。さあ、いい感じで来てますよ。ちなみにファミコンミニの方にはゼビウスは入ってなかったね、うん、このシューティングゲームで言ったらグラディウスかギャラガぐらいしか入ってないね。そうだね、うん、スインビーとか入ってなかったな。よし、ちょっと待って、もうすぐクリアじゃないこれ。いや、まだだね。ちょっと意外に似てる。これね、本当コントローラーちっちゃいからね、ちょっと難しいんだよね。これパパクリアしちゃう系じゃない、もしかして。あ、しまった。あ、やばい。あ、え、何今の。なんだろう、あれ忘れちゃった。回復アイテム、いや、スピードアップとかじゃなかったかな。こういうの危ないね。あ、火山来た。火山、火山はこうやって抜けるね。確かに。ごめん、パパかなりやっちゃってんな、これ。あれ、オレンジなんない。当たってないもんだって。確かに。上のレーザーがね、上のレーザーが防いでくれてる、この溶岩。でも気をつけなきゃいけないのは、これ終わった後に自動で動き出すから画面が。そん時、おお、これ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 。ボイ、あそこでね。すごい。爆発し死ぬ可能性あるからね。で、これボスだっけ？ボスだ、ボス。うわー、こいつレーザーで立ち向かってくれるんだ。青になったもんね、顔。イエーイ。倒せるよ、これ、絶対。ちょっと、すごい。パパ、強い。相当やったからね、子供の頃ね。うん、強すぎだって。あ、ちょっと、動けなかった。危なかった。あ、よし。あ、オレンジになった。あ、れ。うぃーい。ごめん。パパだけすげえやってる。2面
ピードアップした。早い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 。スピードアップした。まだずっとこのパワーアップの状態でまだやってるもん。すげえ速くなった。速すぎる。あ、やばいやばい。なくなっちゃったあれが。何？シールド。早い。これ難しいでしょ、あーやっちゃった、ありゃー、うわー、うん、戻ってきた、うん、なんだゼビウス行けなかったじゃん、うん、どういうこと、パパのせい、これパパのせいじゃない、前回はバックマンに行けたのに分かんないはい、ということで今回の動画面白かったなとか気に入ったと思った方はですね、いいねボタン押してくださいね、はい、そして、友達にも教えてあげてください、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。